こんにちは。これから伊豆を走る豪華普通列車リゾート21に乗っていこうと思います。というわけでよろしくお願いします。
っていこうと思います。まあ、特にね、特急列車ではないんで、あの洗面台はなく、まあ、こちらにトイレがあるような感じで、まあ、普通列車ではあるんですけど、このようにあの席があり、こちらのドアはね、自動で開きます。以上がね、車内の設備でした。あ、で、あと一応、まあ、このようにというわけで、この動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。この動画はここまでです。本日も鉄旅レールウェイ北斗をご視聴いただきましてありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。